皆さんこんにちはジャズトロニックの崎亮太です、えー、ディグディグディグ今回で3回目です飽き性の僕が 三回も続くのはもう奇跡的なことなんですが、えー、やっぱりこういったファンサイトをねやらせてもらうようになると、なんだかこう自分でも頑張っていろいろと題材を考えるものですね。第一回目はまあジャミロクアイの話でした。そして前回はサウンドトラックですね。映画音楽の話をしましたが、今回はですね、多分まあ僕のその音楽が好きな方たちっていうのはまあいろんなタイプの音楽を好きな人が多いとは思うんですが、やっぱりジャズトロニックの音楽って っていうのはそもそもクラブミュージックシーンから出てきたものなのでダンスミュージックですねにこう焦点を当ててみようと思いますがそのダンスミュージックの何に焦点を当てるかと言いますとジャンルですねあの多分全ての人がそのジャンルの違いが分かっているわけではないだろうなと思いまして今回はちょっといろんな曲を皆さんに紹介しながらダンスミュージックの中のジャンル分け ジャンルについいいいててろろとと説明していこうかなと思いますまずですねダンスミュージックなんですけれど僕が一番最初にダンスミュージックいわゆるまあそのクラブと言われるところであの流れてるようなダンスミュージックですねに興味を持ったのは多分まあ高校生の時が一番そういうのに興味を持ったのが一番最初じ,じゃなかったかな。あとはもう そのちょっとと前になるとあのテレビですよねあのビートたけしの元気が出るテレビでダンス甲子園っていうのをやっていてそこで,でまあたくさんダンスミュージックが流れていて「シーシー・ミュージック・ファクトリー」とかその頃とっても有名でしたけどそこら辺からまあだから中学生の時にダンスミュージック知ってその後高校に行って。 クラブっていうのがあるんだよみたいなのをまあ友達とかからね聞いてでまあ僕の高校ってちょっとまあ東京の高校だったんですけど混せてまして <laughs> まあそういうのに情報が早い友達がたくさんいたりですね実際にダンスをやっている友達がいたりとか、まあ、そういう結構なんかカルチャーがこう盛んなところではあったんですね、まあ、そこでいろいろとこう知っていくんですけれど僕がその中でもまず最初に興味を持ったのがですね、まあ、テクノだったんですね。